やっほー、エミネーでーす。うわっ、かわいい。キスさん、お水飲みたいけさ。よいしょ、チェケラ、よいしょ、チェケラ。はい、今日はですね、私さ、いつもオープニングでさ、犬に興奮してるよな。今日は、何の企画をするかと言いますと、バッグの中身紹介イエーイ。意外となんかリクエストの多かった私のバッグの中身を紹介しちゃうと思います。なんで気になっちゃうの？ちょっと裸見られるよりも恥ずかしいんだけどね、テレワークってさっきまでちょっとお仕事があって、でそこでちょっと今日は大きめのバッグを持って行ったので、ちょっと荷物が多い時の荷物がしっかり入ってる時バージョンのバッグの中身を今日紹介していこうと思います。前も購入品で紹介したこのシャネルのトートバッグを使っております。これね、本当にサイズ感がちょうどよくて、このマチがね、しっかりしちょって、すっごくね、ちょうどいいです。なんかさ、意外とさ、バッグの大きさって、まあ大きければ大きいほどいいってわけでもなくて、すごい使いやすい形に私はこだわりがあって、結構ね、ハンドバッグにしてこうやって持ちたいのよ。これで持つと疲れちゃうけん、こうやって結構持ちたくてけん、ここの取っ手の長さがある程度ちゃんと長いものが私は好きです。で、これは結構ベストな大きさではあって、ただなんかちょっとさ、カジュアルな服とか、あとスウェットとか基調の時とかはこのなんかトートバッグ持つとオール帰りのヤンキーみたいな感じでちょっとなんか品があんまなくなっちゃうのね。今日みたいなちょっときれいめな感じのワンピース基調の時はこういうバッグすごい映えるんやけど、そうじゃない時とかは結構もっとデイリー使いしやすいようなバッグと、おすすめとしてはじゃーん、これはカリンのブランドのピヌエのボストンバッグなんやけど、展示会に行った時につけちゃって、で届いてめちゃめちゃ愛用してる。これ本当に量がね入るし、こうやってね、できたら私こうやって肩にかけれるものが大好き。あとね、ここのハンドルの部分も細めのものが結構好きなのよ。だからベストじゃーんって感じで、すごく愛用してます。しかもしっかりしちゃうし、中もなんか結構細かくポケットが分かれちゃって、すごいね大容量で、私すごい好きなのこれ。これはポレーヌのバッグなんやけど、これもね大容量でしっかり入っちゃって、こうやってハンドルでかけられる感じです。これはねちょっとこう上品に仕上げたい時とかはこれを使ってます。結構ねこれも中入るけん、私はね普段からすごく愛用しております。あ、リップが入っちゃうな。やばい、よくあるあると思うんやけど、私のバッグの中に全然片付けんのよ。リップ2つとイヤカフ、これ探しよったやつが出てきました、と謎のアームウォーバーが2つ。はい、でタクシーの領収書8300円、高っ、1060円、4020円、タクシー使いすぎ。100円、これあったらバッグが食べれる時代はもう終わったのではないでしょうか。ちっちゃめのバッグの最近のお気に入りはじゃん、このマルジェラで買った可愛くない？もちもちのショルダーバッグです。チェーンがちょっとね太めで、本当は細めのやつが良かったんやけど、このタイプが良くて、でもあんまり中身は入らんのやけど、お財布とリップと、まあくらいかな、あと家の鍵とくらいです。まあ結局ね黒のバッグがね安定するんだよな。早速本題です。バッグの中身を紹介していきます。スタート。こんにちは。ではまず、じゃん、ハンカチ可愛くない？これはなんかね、おばあちゃんにお誕生日プレゼントかな、送って、で、なんかお返しにって言って、なんかデパートでわざわざ買って送ってくれた可愛いハンカチです。え、ミネーがこれ持ってたらかなりこういいでしょ。アイテムで差をつけていこうって感じですね。お財布は、これタケが去年のお誕生日プレゼントにくれたサンローランのお財布です。色もめっちゃ可愛くない？私が好きそうな色分かってるよね、タケ。くしゃみが出ます。くしゃみが出ます。でそうで出ないやつや、これずっと気持ち悪いやつや。持ち手のとこのここにお餅がおる。かわいいよ、こいちゃん。もうじゃん、イエーイ。でもなんか実際ね、ちょっとね小さめのお財布を欲しい、ちょっと欲しい。これよりもさらにちっちゃくて、カードを数枚と、あと現金少しみたいなくらいの、本当にちっちゃいバッグ使うことも結構あって、だけどそういう時に使いやすいようなお財布が、これと別に買おうかなって思ってます。でも、大体これをメインで使うことは多いです。あと私マジでやばくて、お財布の中。ちょっとこの木に片付けるわ。やばい。ほら、もうお札のところにこんなに、めっちゃ汚くてびっくりした。もり盛りすぎてやばい。なんかいつのかまだ使えるのかわかんない Amazon カードとかも入ってました。お札の間にもこう領収書とか挟まってるタイプの女ですね。めっちゃバラバラなんだよね。1万円札と5000円札と1000円札とかすごいバラバラなので、整理しようと思います。12345あ、ちょうど現金6万円入ってた。あー6枚も入ってたよーって。現金ほぼ使わんのよ。1ヶ月に1回現金下ろすか下ろさないかくらい、まあ、それくらい現金使わなくてほぼカードで過ごしちょんけん。まああと PayPay とかほんとねキャッシュレスなので、キャッシュレス東京は結構キャッシュレスで行きやすいよね。お財布には6枚入っていて、アホみたいな山の領収書が出てきたのでちゃんとします。はい、お札に好かれる女になります。はい、次じゃん、クリップ。クリップはもうほとんど持ち歩いちゃうんだけど、こんな感じでサクッとサクッと。私意外と髪の毛に跡つきにくいタイプで、もうこうやってした後にこうやってさらってやることが多いです。ご飯食べる時とかジャビシのこれ韓国で買った。はい、次じゃん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 。カメラ Vlog 用のカメラです。このカメラは私とにかく Vlog を撮りたいんだけど Vlog 撮るのがすごく苦手な女なのね。だけどもうこのカメラに変えて撮れなかったら私はもう Vlog 撮らないって決めて、覚悟決めて買ったくらい本気でちゃんと Vlog に取り組もうっていう証拠です。でもね結構な確率でねほぼ充電切れちゃってはい次じゃん、歯ブラシ。歯ブラシはマウスピース私しちょって、今外しちょんねんけど撮影する時とかは、それ以外の時は常にマウスピースつけとって、ご飯食べたりすると歯磨かんと次マウスピースつけれんのよ。あとコーヒー私飲んだりするけん、コーヒー飲んだりしたら絶対に歯磨きをしてマウスピースをはめるっていう風にしちょんけん、歯ブラシは必須です。からのじゃん、メガネ。このメガネは私が大好きなリシーのメガネで、まあ、大体7個くらいお家にあるんだけど、最近はこのちょっとインテリっぽい感じのメガネをつけることが多いです。なんか秋やし黒縁とかも可愛いけどちょっとなんか重たいなみたいな黒のお洋服着たりすることが多かったりするんで、ちょっと気分に合わせて持ち歩いているんだけど、大体なんかメインで使うのはこっちか、すっぴん隠しとかだとこっちかな。これにこう帽子かぶったりして、結構すっぴん隠しとかはしてますけれども、メイクしたりメイクが今日うまくいったなみたいな時にでもメガネかけたいなっていう時はこの細フレームの方がメイク感とかはちゃんと可愛く残ったまま、なんかちょっと気分転換にメガネって感じになるので、リシーのこの形はね意外とこういう感じの黒縁選びがちかもしれないけど、こういう細フレームもすごくおしゃれアイテムとしてグッジョブだぜって伝えたいね。じゃん、男梅男梅か、ピュレ組のグレープが私のバッグの中には大体入ってます。甘いのが食べたい時はピュレ組なんやけど、口寂しいなって思う時は男梅くらいがちょうどいい。お酒も私は甘いものっていうよりもハイボールとか甘くないものが好きなんで、ちょっと大人になったかなっていう。大人になったエミちゃんが選んでるのは男梅のグミです。もしイベントがあったりしたらエミねグミ喜びますので、よかったらグミください。はい次じゃん、櫛。おばあちゃんがくれそうな感じのケースに入った櫛、意外と古風でしょ。このね櫛すごいツヤツヤになるし、さつまつげをふるさと納税で頼んだのでそれを使ってます。なんか椿油かなんかが染みてるのかな、だからかな。なんかねこう溶かすと結構乾燥気あったりするんやけど、普通の櫛で溶かすよりもこれで溶かした方がこうツヤツヤにはぁちょっと待ってるわってくらい毛先までチュルンってなりますので、私の結構ヘアケアマストアイテム、絶対にね櫛持ち歩く。なんか美容動画でもこの間喋ったかと思うけど、髪の毛の色を綺麗に見える色にして絶対に櫛は持ち歩きます。ヘアオイルとかまで持ち歩きたいとこではあるんですけれども、漏れたりすると怖いじゃんオイルって。だけどそこまではしないんですけど、櫛はマストで入ってます。じゃん、鏡。シャネルからディオールが出てくるってちょっともうチー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 。この鏡めっちゃ可愛くない？なんかディオールでお買い物した時になんかたまたまノベルティで配ってますって言われて鏡をもらいました。でもねちょうどいいの、サイズ感も薄さも。じゃーん、次メイクポーチです。このポーチはオルドットの展示会の時のノベルティなんだけど、ご褒美としてオルドットさんにいただきました。エミネーもいいよってということで、私が普段持ち歩いて入れてるコスメたちだけちょっとざっと紹介するね。ティルティルのクッションファンデ。はい次じゃん、フェイスパウダーです。ティルティルのクッションでもう一回はたき直して、エレガンスのパウダーでポポポポポって直したらもうアイ化粧したてです。で私にもう一個欠かせないのはじゃん、&B のこのハイライト。これもう2個目やから本当に大好きき、内段から発光してますみたいな自然なハイライトはもう&Bしかないなって思うんだけど、ヌードグローのカラーを使ってます。もうこれとエレガンスのパウダーとティルティルはもうマスト。リップが常に3種類くらいは持ち歩いちゃって、じゃん。フライ品種のリップと、あとクリオのリップと、これアイムミミのリップです。なんかね、マット系、チュルチュル系、その中間系みたいな。まあでもどれもティント効果があるようなものを持ち歩いてるんだけど、この3つあたりはすごく私好きで持ち歩いてます。はい。あと、カラコン。はい、次、じゃん。汗拭きシート、ボディフレグランスシート。これめっちゃいい匂いなんよ。この夏かなり愛用しておりましたけれども。意外と持ち歩いてるっしょ。意外とあるよね。重たいのよ、私ばっか。はい、じゃあ、サボンオードパルファの白のオードパルファを持ち歩いてます。香水は家でつけて出かけるんやけど、まあ、その出先で香りがちょっと薄まってきたなって思うときは、このなんか爽やかな感じ。なんかね、出先で香水つけ直すと臭いんよ。なんか家で香水つけて見て、移動中とかにちょっと薄まってみんなに合うみたいな時にやっといい感じになっちゃうんだけど、このオードパルファンぐらいの香りが一番ベストかなと思っちゃって、絶対に香り物は持ち歩くんやけど、白のサボンの香りが本当に大好きで、甘い香りと爽やかな感じの香りがね、すごい愛用しております。香り物にお困りの方、よかったら使ってみてください。じゃん。エリクシールの、もうこれさ、みんな見たことあるよね。これ私毎回なくしてしまうよな、この大きいやつ。買うの4、5回目なんやけどさ、全部3、4回くらい使ったらなくなるよ。なんでやと思う？こんなでっかいやつが一生出てくるの怖くない？この間、買ってまた新しく。で、さらに買って開ける前のものが紛失してたからね。ビビったよ。しかもこれからの季節は乾燥しやすくなってきたりするじゃん。それこそ暖房が強い部屋とかだったり。嫌なので、これは持ち歩くようにしてます。じゃん。AirPods Pro。AirPods はもう可愛いケースに入ってたんですけど、いつの間にか壊れましたね。誰か AirPods Pro の可愛いケース知ってたら教えてください。はい。ということで最後です。じゃん。モバイルバッテリー。これはね、買ったはいいが、コードがこう内蔵されてないやつやけん。持ち歩かんといけんね。まあしょうがなく使わんといけんなと思って使いようなんやけど、まあ可もなく不可もなく、まあ可もなく不可もなくみたいなところではあります。はい、ということで以上、私のバッグの中身紹介。まあでもね、財布で私の性格が出たね、完全にね。今日はまだ綺麗な方。だってこのシャネルのバッグをさ、汚すのってさ、すごく嫌じゃん。この間、これ使おうと思って、開けたのね。現場で持って帰ったおにぎりが、入って腐ってました。あと持ち歩き用のバッグはいいものを使わないと、私はすぐ食べ物を腐らせてしまうので、しかもちゃんとなんかもう青いふさふさみたいな。はい、ということで今日の動画は以上でございます。インスタグラム、ツイッター遊びに来てください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。